成功者のヴィンテージウォッチです。言わずと知れた国産のキングブランド。成功は、その昔、初の高圧機構を搭載し、スイス時計業界を震撼させたことでも有名ですが、自社製の機械式時計にも強いこだわりを持ち、現在も世界中のファンに支持されている名門ジャパンブランドです。本品は1950年代のセイコースーパー S ロゴが特徴の中三新モデルです。ダイヤルはシルバーカラー、12-6のアラビアとピラミッド型のアプライトインデックス、ドルフィンハンドとのコンビネーションです。クロスラインが良いアクセントになっています。ケースは14金針のゴールドカラー、ムーブメントは15石の手巻きキャリバー、精度も良く安定しています。ブレスレットは社外製ですが、スタイリッシュなエクスパンションベルトを装着しています。このモデルと相性も良く、ゴージャスな印象です。スタイリッシュな時計です。コンディション、ダイヤルは全体的に経年変化していますが、特に目につくシミなどはありません。ケース、裏蓋はしれと小傷があります。内傷や致命的な大きな傷などはありません。風防は軽い小傷、線傷がありますが、特に視認性には問題ありません。ブレスレットはフレックスサイズです。操作方法、リューズでゼンマイを巻き上げます。引いて回すと針が動いて時刻調整ができます。日差、タイムグラファー計測でプラスマイナス1分以内に収まっています。実装時は多少の姿勢差はあるかと思います。ラグ幅 16mm、 ケース径は約 31.5mm、 リューズ含まず。縦ラグ端からラグ端まで約 38mm、 厚さ約 10mm のメンズサイズです。時計の外観コンディションや精度など詳細は概要欄にリンクを貼っていますので、ぜひご覧ください。またお気に召しましたらチャンネル登録もよろしくお願いします。時計の委託、アンティーウォッチマンがお送りしました。